宿題終わったの？もう半分やったで。ダメでしょ半分じゃ。僕は片目やから半分でええねん。行ってきまーす。サトシ。はい。幼少期に視力を失いながらも天真爛漫に育ったサトシ。お母ちゃん、今日はえらい綺麗やな。やめて、化粧落ちちゃう。朝一人で起きるのよ。お菓子食べ過ぎないこと、掃除もちゃんとやらないと。お母ちゃん、僕には耳がある、だから大丈夫や。あ、なんや急に。お前最近さ、まあ、たまに返事しないといけない。あんた耳の調子悪いの？耳もうダメかもしれません。耳がダメになったら会話もろくにでき、私何もしてやる。これでも母親なのかな。指点字なら読める。これならわかるわ。お母ちゃん、ありがとう。母と息子が見出していく奇跡のような未来。僕は考えることができる。言葉がある。僕がこういう状態になったのは、こういう僕じゃないとできないことがあるからちゃうやろか。家族やろ。私たち、あの子にたくさん教えられてきたんだね。実話に基づく真摯で温かな人間賛歌。桜色の風が咲く。